探偵としての誇りがあるのなら自分で考えたい。僕のロジックに不可能はない。やられる前にやれ。そいつが俺のモットーだ。探偵の基本はタフさだ。俺がこの場で鍛えてやろうか。プッチーのいるところでは秘密の会話などありえません。少し静かにしてもらえますか。プッチーは集中したいので。観察は探偵の基本、推理は探偵の戯れ。はあ、いつか死にたい。それ以上は余計なお世話ってやつだ。俺たちは正義の味方じゃない。これでも昔はモテたんだぜ。って今はモテないみてえじゃねえか。世界探偵機構は未解決事件の存在を許しはしない。どう見ても異常じゃないか。ご主人様自身がそれを望んだんだし。信用できるのは死んだ人間だけだ。そいつは残念だ。優秀な探偵ほど人の死によく出会う。うるさいんだよ低能ども。俺が責任取るのは当然だろ。相当せよ。この世のすべての謎を。